はい、春日一番です。今出れないんでメッセージをどうぞ。青龍会の星野だ。春日、これを聞いたらすぐに電話をくれ。今朝方、荒川の死体が港に上がった。荒川真澄は昨夜うちの親父と会食した後、一人で平安楼を出て行った。撃たれたのはその帰り道ってことになる。犯人の目星は？解散させられた近江連合の残党ってとこだろう。実は蒼天堀の方でも昨日発砲事件があった。元若頭の渡瀬な、堂島大吾にもだ。無事だったのか？ああ、あいつらのそばには元登場界のレジェンドってのが何人かついているらしい。最強の用心棒だ。なるほど、あいつらか。お前らも用心するんだな。近江解散の最前線にいたんだ。的にされてもおかしくねえぞ。分かった、春日にそう伝えとく。しかしあの近江連合の、しかも次の跡目とまで言われた荒川組までが解散を目論んで動いていたとはな。これはとんだ裏切りですよ、沢城さん。もともと俺らは関東に拠点を置く同じ東条会の親戚団体同士。そんな俺らが荒川さんが書いた神室町から東条会を駆逐するという作戦に手を貸したのは、1にも2にも自らの組の存続のため。島代なんていう名目で実質上の上がりを収めさせる東条会のやり方にはうんざりしてたんだ。そんな状況が続きゃ俺らみてえな都市圏に地盤を持たねえ組織は自利品。だからこそ不義理を承知で荒川に協力したんだぞ。あの約束はどうなるってんだ。荒川さんが近江連合のトップに立った後、八代目近江連合に俺らが直参幹部として取り立てられるっていう話はよ。ご心配なく、近江連合は解散させません。新しい看板を掲げて存続させます。関東の諸先輩方には大変なご迷惑をおかけしたと思っております。この落とし前をきっちりつけさせていただきますので、今日のところはこちらでご容赦いただきたい。
ね、あれですよ。我々としてもこれで荒川組さんとの縁を切ろうって腹じゃない。今後もいい関係を続けていければとは思ってます。そうだな。まあ裏切りの首謀者だった荒川はどこぞの誰かさんがきっちり寄ってくれたわけだから、一応筋は通ってるしな。これからも困ったことがあればいつでも頼ってください、二代目荒川組さん。ありがとうございます。あ？何が筋だ。極道の端くりにもならねえ片田舎のカスどもが。何だと？今なんて言った？沢城、お前、おたくらの協力なんぞ借りなくても荒川組は再生させますよ。東に集まった近江連合の連中を束ねてね。礼だぞお前。荒川が下手を打ったのは頭のお前の責任だろうが。やめろ。何をする。俺はな、お前らみたいな構想の一つも仕掛けられない口だけのヤクザが大嫌いなんだよ。何年か前までは登場会の機嫌を伺い、昨日までは荒川の親父の顔色を伺い、それが死んだら今度は先輩ずらして任侠道のご指導か。ごたく並べてもな、ヤクザなんてもんは結局は暴力。強え奴に弱え奴が従う世界だ。助けて。死の子の言わねえで、てめえらはこっちの言うこと聞いてりゃいいんだ、このボンクレが。これからも俺らが作る新しい東京近江連合をぜひ応援してくださいや、先輩。ずいぶん勝手なことしてくれるやないか。お前との付き合いは長くないが、俺がどういう男なのかくらい知ってんだろ。知らんな。親はやられて黙ってられるほど俺の器はでかくねえんだよ。何が言いたいんや。やったのはお前なのか別の関西のガキなのかは知らねえが、親父を殺した奴のけじめ絶対に取らせてもらう。よーく覚えとけ。何言うとんねん。青木に命令されたお前がやったっちゅうことはその辺のチンピラでも知っとるが、因縁でっち上げて俺に喧嘩打って、それきっかけで新しい組織の頭取ろうっちゅう腹積もりなんやろうが、そうはいかへんで。まあ今東京にいる近江の残党がまとまるまでは待ってやる。それまでせいぜい母ちゃんの血でも吸っとくんだな。待たせたな、ガキ相手に本気になるクソヤクザども。世話になったっていううちのガキどこだ。荒川さんよ、おめえんとこのこいつがうちの組員を半殺しにしてくれてな、どうけじめつけるってんだ。そうか、じゃあ指一本でどうだ。それでこいつを返してもらう。文句ねえだろ。借りるぜ。帰るぞクソガキ。
鳴ってるよ、電話。星野だ。会長。大丈夫か？ええ、まあ。その声でか。ちゃんと飯は食えてるのか？いえ。そいつは体に毒だ。どうだ、平安楼で会わないか？平安楼。俺と荒川さんが最後に会った場所だ。荒川さんが食べたのと同じ料理をご馳走してやる。ええ、でも今は。いいから来い。わかりました、待ってるぞ。星野会長から呼ばれたんですか？平安楼に来いって。行くの？ああ、おやっさんの最後の様子も聞きたいしな。昨夜の荒川は舞台から降りた役者みたいに穏やかな顔だった。それもそうだろう、近江連合の解散を成し遂げお前との再会を果たしたんだ。実にうまそうに北京ダッグを平らげていたよ。俺がそんなに好きなのかって聞くと、なんとあいつは初めて食べたって言うじゃねえか。え？聞きゃ、50年前に初めて食べる機会があったが、直前に父親を殺された。それ以来どういうわけだか食う機会を逃してきたらしい。俺は食事を終えた荒川をホテルまで送っていくと言ったが断られた。あいつは一人で夜風に当たりたいって言ってな。だから俺は黙ってあの人を見送っちまったんだ。あの時強引にでも俺が送り届ければ荒川は殺されることはなかった。失敗したよ。会長のせいじゃないっすよ。おやさんに手を下したのはやはり近江の残党なんでしょうか？間違いないだろう。荒川をやった理由はきっと解散に対する報復だ。つまり解散させられて迷惑を被っている連中だ。じゃあその中の誰が親さんを？春日、関東にいる近江の残党連中が次なる組織編成に動いてるらしい。そいつらは今回の解散に黙っちゃいられない連中の塊だ。犯人はその中にいる可能性が高いかもな。新しい組織の連中がおやっさんを。そしてその連中を裏で指揮できる人間がいるとすれば、今や表の世界も裏の世界も自在に操れるあいつしかいない。青木亮だ。じゃあ大家さんの殺しは若の指示？青木の意思が関わっていると見て間違いないだろう。そして荒川亡き今、青木の直令を受ける人間は限られておる。荒川の仇を取るがいい。必要であれば
清流会から兵隊も貸してやる。俺に銃は必要ありません。仇を撃つ気はないと？いえ、おやっさんは若の玉を取ることなんて望んじゃいないはずです。じゃあどうする？おやっさんは極道が権力者の手駒になることを憂いていました。だから一世一代の大芝居を打ってまで近江連合を解散したんです。つまり極道の本来あるべき姿、暴力で何かを奪うのではなく、力を持って弱きを助ける生き様を証明したかったんだと思います。なるほど。それを貫くため、おやっさんが辛抱し続けた日々に報いるには、人一人の玉取って解決なんてしちゃいけねえ。そんなやり方、あの世のおやっさんに顔向けできねえ。だから俺、若の目を覚まさせてやります。ぶん殴って思い知らせてやります。俺がやれることはそれくらいしか。つくづく荒川って男は幸せもんだな。いいんじゃねえか、お前の好きにやれ。俺が少し出しゃばりすぎちまったようだ。会長、そんな。しかし、どうやって青木と会うつもりだ？都庁の受付で都知事に会わせてくれと言ったところで追い返されるだけだぞ。大丈夫っすよ。若に会うルートはちゃんと考えてます。なるほど、すでに策はあるということか。しかし青木に近づく以上危険は避けられん。清流会の兵隊を連れていくがいい。もしもの時は骨は拾ってやる。会長の申し出はありがたいんですが、遠慮させていただきます。俺にはすでに最高の仲間たちがいますから。待っててくれたのか。どうだった？悪いな、俺一人最高級のコースをごちそうになっちまったぜ。随分元気になったじゃねえか。いつまでもメソメソしてたらあの世のおやっさんに怒られちまうからな。それよりも今から久米に会いに行こうぜ。久米に？なんでまた？若に引き合わせてもらうためさ。久米は小笠原の後釜に任命されたんだ。若ともつながってるだろ。それは間違いねえが、俺は若の野望を絶対に止めてみせる。それが何よりのおやっさんへの弔いになるはずさ。なるほどな。だけど久米が素直に青木と引き合わせてくれるか？ま、多少手荒な方法でお願いすることになるだろうけどね。よし、そういうことなら今から久米ちゃんを探しに行こうぜ。探す必要はありませんよ。今日は公示日です。公示日？衆議院選挙の立候補者が一斉に届けを出す日ですよ。今日から選挙戦が始まるんです。詳しいな。今回の選挙には肉の壁の運命がかかっていますからね。で、久米の居場所ってのは？公示日の立候補者は選挙区のメインステージで第一声の演説を打ちます。神奈川2区の場合は伊勢崎ロードのゲート下です。伊勢崎ロードか。今から行ってみようぜ。しまったんだ。
正直者がバカを見るような社会はもうたくさんだ。私は法律を、この国の主権をもう一度、善良な国民の手に取り戻します。皆様の貴重な一票をこのクメに託してください。ああ、言ってることは間違っちゃいねえんだよな。クメは本気でブリーチジャパンが表向きに掲げてる理想を信じてんだ。裏の悪事も知らずにか。そう考えるとある意味ではクメも青木に利用された哀れな被害者かもしれないな。同情してる場合ではないですよ。よし、行くぞ。おい、ちょっと通してくれねえか。頼むよ。ちょっとあなた、割り込みは迷惑ですよ。え、すまない、けどどうしても。は？あんた、どこかで。あ、お前、あん時のボディーガード。こいつだけじゃなく、周りもみんな近江だぜ。飛んで火にいる夏の虫や。この間の借りはきっちり返したるで。俺ショーの始まり。邪魔だよ。出てんのか。てれー、どうしたんや。やめないで。邪魔するつもりやったんやろうが、残念やったな。クメの演説は一回じゃねえだろう。この後いつどこでいつやる、全部言え。そんなもんホームページで全部書いとるわい。せやけどお前らクメに近づくことは一歩たりともできへんで。どういう意味だい。クメを当選させることは都知事の勅令や。その障害となり得るお前らは徹底的にマークされとんのや。見てみ。わしにも把握しきれんほど近江組員が維新庁に入り込んどる。無数の名がお前らを監視しとるっちゅうこっちゃ。くそ、常に青木の方が行って先を読んでるってことか。おっしゃる通り。確かに一地方自治の長である都知事が国政に介入するというのは前例がございません。しかし新しい試みというのは常に前例がないことです。青木さんね、あんたまだ若すぎるんだよ。国政ってのは学生の遊びじゃないんだよ。地方自治は学生の遊びだということですか。いや、そうは言ってないが。さあ、それではここで改めて世論調査の結果を見てみましょう。青木知事の幹事長就任を支持すると答えた人の割合は全体の 80% にも及んでます。
その理由として最も多かったのがカムロ町産経作戦の成功ということですが、これに関してはいかがでしょう、青木さん。産経作戦については私だけではなく、警視庁のお力添えも大きかったですね。地方自治と地方警察がしっかりと手を取り合った賜物かと。しかし君ね、東条会が壊滅したからってカムロ町からヤクザが消えたわけじゃないでしょう。噂じゃ関西のヤクザがいっぱい入ってきたとか。関西のヤクザとは近江連合のことですか。先日大阪府警に解散届を提出したと聞きましたが。そうだよ。でもそれはつまり危険を伴った産経作戦などしなくても彼らは自主的に消滅したってことじゃないの。危険を伴った作戦？果たしてそうでしょうか。今回解散を主導したと言われる幹部の一人、荒川真澄が殺害されたのはご存知ですよね。つまりヤクザ組織が自主的に解散したと思われているようですが、現実としてその中身は決して平和的にはいかないということです。ところが産経作戦では一人の死者など出しておりません。これは私がブリーチジャパンの活動で得たノウハウが大きく作用しているわけです。今回の総選挙、民事党はブリーチジャパンから多数立候補者を立ててるわけですが、幹事長としての狙いは？一言で言えば民事党の若返りです。ブリーチジャパン立候補者は年齢も若く活力にあふれています。彼らの力を持ってこの国に残るグレーゾーンを徹底的に漂白します。荒川の島で選挙に利用しやがって、てめえで殺したくせに厚かましいにも程があるぜ。ああ前から信じちゃいねえが、政治家ってのが一層信じられなくなるな。ねえ、この後も久米は別の場所で演説するみたいだけど、どうする？ああさっきの様子じゃ久米には指一本触れられねえし。苦戦しているようだな。会長、お前が言ってたルートってのは久米を脅して青木を呼び出そうってことか。ご名答っす。だけど久米サイドに先手を打たれていて。会長はどうしてここに？さっき平安堂でお前に渡し忘れたものがあってな。え？で、会長、俺に渡し忘れたものって一体？俺に頼み事をしてた件だよ。忘れたんじゃねえだろうな。頼み事？は？立候補者？久米を落選させて青木のメンツを潰す。そのためにお前はこの金を作ったんだろう？見つかったんですか？青木に勝てる立候補者。四方八方手を尽くして探したんだがな、いなかったか。でもいいアイデアを持ってきたぜ。え、アイデアって何です？春日、お前が出馬しろ。はぁ？もう少し早く思いつきゃよかったんだが。ちょっと待ってください。なんで俺が出馬するんすか？俺なんかが選挙で勝てるわけないっすよ。だろうな。久米に勝てないどころか供託金が返ってくるほどの票も集まるまい。300万ドブに捨てるだけっすよ。捨てていいんだよ。はぁ？それで久米を捕まえるチャンスが来るなら安いもんだ。久米を捕まえるチャンス？候補者は狭い選挙区の中で選挙カーを走らせたり演説をやるわけだ。当然対立候補と出くわすこともある。そんな時は思ってなくても健闘を祈りますなんて言って
握手をするのが礼儀だ。見たことあるだろう。接触できる大チャンスだぞ。俺が立候補すれば久米と接触できる。久米に比べればお前は無名の候補者、いわゆる泡沫候補に過ぎん。一方で久米は当選確実と言われている。その状況でもしお前が握手を求めた時、久米はお前を無視ができねえ。どうしてです？当選確実と言われる候補が泡沫候補を無視すればおごりと取られかねない。やらんてな怖い。悪い評判ってのはすぐに広まる。そこで久米は嫌がおうでもお前と接触しなければならないというわけさ。お前の計画は選挙で久米を打ち負かすことだった。でも今のお前が望むことは久米との接触だろ。違うか？ちょっと待ってください。一番は前科持ちですよ。それも殺しの。どんな前科だろうが刑期を全うした以上、立候補する権利は法律で保障されとる。どうするかすが。少し考えてみろと言ってやりたいとこだが、悠長なことは言ってられんぞ。立候補届は公示日の今日しか受け付けておらん。出馬するかしないかは今決めるんだ。俺出ます。マジかよ。でも法律的には問題ない。合法だ。ならば急いで選挙管理事務所に届けを出しに行くがいい。あそこは役所仕事だから夕方には閉まってしまうぞ。おい、今何時だ？やばいわよ、すぐ行かなきゃ。走るぞ。選挙管理事務所ってどこっすか？馬車街道にある西浜ビルの中で。あざっす。ダメよ。お、ありがとうございます。それでは。
選挙とは民主主義が民主主義であるための最も重要なシステムである。売名や興味本位で出馬することなど言語道断。しかし春日一番という男は殺人罪で18年間服役した元極道にもかかわらず、この神聖な選挙に土足で踏み込んできたのである。これは民主主義への冒涜に他ならない。これは敵に一歩先回りされてしまったようですね。どういうことだ。どうやら我々の作戦は久米サイドに気づかれたようです。つまり春日さんが先方に近づけないようにする気でしょう。え？久米が春日さんとの握手に応じなければならないのはあくまで春日さんがけなげな泡沫候補であることが条件です。そこで久米はあなたを悪役に仕立ててその条件を変えようとしてるんでしょう。なるほどね。そんならこっちも汚名返上と行こうじゃねえか。お集まりの皆様、私がただいま招待に預かりました、春日一番です。おい、あいつが春日だ。カメラ回せ。マジ人殺し？あれが人殺しなの？あいつが立候補？やばくね？人殺しだったよ、人殺し。いやー、さすが有力候補の久米さんは器が違うな。こんな無名の俺を宣伝してくれちゃうんだもんね。おかげで知名度も一気に伸びるってもんです。ありがとうございます。皆さんご覧ください、あのふざけた態度。あれが立候補者としてあるべき姿でしょうか。選挙は前科者のお祭りではありません。前科者、つまり法を犯した者はこういうとこに立っちゃならんと、それがご不満だと。もちろんそうだ。確かに俺は18年間刑務所にいたよ。でもな、どんな前科があろうが立候補できることは法律に書いてあるんだ。現に俺の立候補届は受理されたからこの場に立ってんだ。俺がここに立つのを否定するってことは法律を否定するってことだよな。なあ、法律大好きな久米ちゃんよ。その法律を否定するということではなく、ま、法律だって完璧なもんじゃねえってことだろ。そうですね。でもおかしいな。あんたらブリッジジャパンは散々法律に従えって言ってきたよな。完璧じゃねえものにどうやって従えばいいんだ。矛盾してんだろ。それはじゃあその矛盾の判断は個々の判断でってか。そう、それです。だからそれがグレーゾーンだっつろ。久米さんよ、誰だって法律に従って正しく生きたいさ。でも法律が完璧じゃねえように人間も完璧じゃねえ。どっちにも矛盾がある。あんたの言う通りさ。人間、ちょっとした間違いから下り坂を転げ落ちることもある。この町に流れ着いた時の俺がまさにそうだった。そして俺は助けられた。でもそれは法律に助けられたんじゃねえ。法律の矛盾の隙間で生きてる人たちに助けられたんだ。彼らの全員が望んでグレーゾーンに生きてるわけじゃねえ。そうならざるを得なかった奴らばっかりなんだ。でもあいつらお天道様の下で頑張って胸張って生きてんだ。あいつらだって俺だって法律も大事だけど、もっと大事なもんもいっぱい知ってるぜ。法律のために人がいるんじゃなくて、人のために法律があるんじゃねえのか。その順番ってのが大事なんじゃねえのか。久米さんよ、
春日の言う通りだ。俺は胸を張ってお前を手術する。あたしもだよ一番。俺もだ。春日に投票するぞ。頑張れよ一番。応援するぞ。俺たちは春日の味方だ。クメなんかに負けんじゃねえぞ。クメさん、俺あんたに恨みがあるわけじゃない。今日からお互い堂々と選挙戦を戦おうぜってことでよ。今からそっち行くから一つ握手でもしようや。撤収！撤収だ！おい待てって。おいちょっと久米さん、まだ演説が途中ですよ。待ってください、久米さん。こうして突発的に始まった論戦は、有力候補の久米陣営が撤退する形で幕を閉じました。前科あり、元極道という異例の春日候補は早速 SNS を中心に話題となっております。はあ、役に立たない奴らばかりだ。久米といい、お前といい、こんなざまになってるのも全てはお前の不始末の結果だ。沢城、お前ここんとこ様子がおかしいぞ。で、報告ってのは？新体制の件ですが、しばらくは東京未連合という仮の屋号で動くことになりました。当座の兵隊と資金も問題ないかと。今後は各ポストの人事を。お前偉そうに言ってるが、会長にでもなったつもりか？え？いえ。お前が荒川組でそれなりの地位についたのは決して実力じゃない。周りが俺の顔色を伺ってお前を持ち上げただけだ。お前は昔から金魚の糞みてえに俺の後をついてきただけだからな。俺も昔のよしみで情けをかけてきたが、東京近江連合は違う。会長に据えるのは実力のある人間だ。お前にその器があるのか？はい、そのつもりです。だったら24時間以内にこいつの弾を取ってこい。え？もしもしくじったらどうなるか、お前ならわかるよな？うん、なあ、なあ、おい。ちょっと、
久米は俺らに気づいてねえ。무슨 일이지뭐라고何とぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。何とぞよろよう春日だ。春日候補が来てるぞ。カメラ回せ。論戦だ。昨日の論戦の続きですか、春日候補。いや、昨日は久米さんの上げ足を取ってすまねえと思ってな。今日は和解をしに来たんだ。和解の必要などマスコミの目がある前じゃなんですから、二人っきりで話しましょうか。うん、それがいいですね。じゃ、久米さんの選挙か、お邪魔しますね。はいはい、こっから先はちょっと勘弁してくださいね。春日さん、どうした。星野会長の命が狙われています。はあ、今日青龍会に襲撃があると、コミジュルへ闇情報が入ったんです。的は星野会長、孫妃も青龍会に異変があるようだと言っています。会長が狙われてる。久米も青木亮も今は後回しにするべきかと。また来るぜ。青龍会でトラブルだ。急ぎらしい。え？おい、なんだよ。久米はもういいのかよ。高部の頭。春日、撃たれたのか。近江連合だ。銃を持ったのが一人、他に約10人。親父とこに向かった。親父が会長の部屋増えたな。頼む、急いでくれ。せえよ、イチ。あんたが会長を。お前はいつだって遅いんだ。使いに行かせても、しのぎに行かせても。なんで星野会長を。偉人さんにはこれがとどめになる。青龍会トップのこのじいさんがこのグレーゾーンのブレーンで、偉人町にとっての支えだったからな。あとはほっといても勝手に崩れ落ちる。若はそうお考えだ。若もあんたも何を怖がってんだ。今さら星野会長を消さなくったって、あんたらはもう勝ったも同然だったろ。飛ぶ鳥を落とすって青木亮が何だって今さらこんなことを。お前のせいだと言ったらどうする。何、おい一番、一番。この選挙区は若にとってどれだけ大事なのかお前も知ってるはずだ。なのに殺しの前科持ちのくせに衆院選に立候補なんだ。悪ふざけにも程がある。若はお前が目障りなんだよ。俺が当選するのが怖いとでも冗談言うな。万に一つもねえだろ。
じゃあなんで星の会長を襲った？我がはな、万に一つもねえもんでも目障りなもんは許せねえんだ。だったら俺を殺せばいいでしょう。そうできりゃしたさ。だがお前は随分人目を引いてくれた。今殺しの的にするにはタイミングが悪すぎだ。だから代わりに会長を？ああ、お前の後ろ盾は偉人さんの連中だけだ。今お前に手を出せない以上、やれることで最も効果がある選択をしたまでさ。若は何かをやるとき裏から手回さずにはいられねえのか。絶対負けねえように保険かけずにはいられねえのか。いつからそんなになっちまったんだよ。俺はあんたらには取るに足らねえゴミみてえなもんだろ。なのになんでそこまでやる必要があんだよ。どうなってんだあんたら。荒川のおやつさんを殺したのもあんたなのか。さあな、もうどうでもいいだろそんなことは。白黒つけようぜ。一。行くぜ。ふん。出せ。頭、何やってんだよあんた。俺の知ってる沢城城は何でも考えなしに人の言うこと聞く男じゃなかったぜ。たとえ若の命令でもな。どんな理由があっても荒川のおやつさんを、おやつさんを殺すなってこと。俺には若の命令が絶対なんだ。あの人を守るのが俺の生きる道だ。俺にはおやつさんを守ることが生きる道だったんだ。そうだよな、よく知ってるよ。頭、荒川の親父を殺したのは俺じゃねえ。でも俺のことが目覚めて若に命令されたんじゃ。命令はされたさ。は？若の命令に逆らってのは後にも先にもあれっきりだ。俺に荒川真澄は殺せねえ。もうとっくに人手なしの俺にもただ一つその命令だけは飲めなかった。飲めるわけがねえ。
り沢城の頭も親さんのこと。違う、極道が土星の親を殺せねえって言いてんだろ。違うんだ。え、その理由を俺は分かりさえ、いや誰にも話したことがねえ。どういうことですか。俺が荒川真澄を初めて見たのは杯を受けるよりもう少し前のことだった。15の頃だ。俺はどこにも居場所がねえ、どこにでもいるガキだった。あの頃の俺はカムロ町でひたすら喧嘩に明け暮れてた。金もねえ、未来もねえ。家に帰りゃアル中の親父に殴られる毎日だった。そういう状況で支えになるのは結局行き場のない人間たちだけだった。彼女のことはもう名前も思い出せねえ。とにかくその女と二人で先行きの見えないままごと暮らしを始めた。そして彼女が俺のガキをはらんだと告白した時にはもう下ろすこともできねえ時期になっていた。どうすんだよおい、俺らに育てられるわけねえのに。いつか間違って流産でもすりゃいいと、俺たちはそうやって日増しにでかくなる腹を見て見ぬふりして病院にも行かなかった。でもガキは生まれちまった。あの娘が出産したのはデパートのトイレだった。俺が道路工事のバイトをしてる最中にたった一人で産んだらしい。どうしよう。全部なかったことにする。都合の悪いことは見えないところに追いやってしまえばいい。それまでもずっとそうやって生きてきた。あの頃の俺らには違う生き方を教えてくれる大人はそばにいなかった。だから。地獄に落ちちゃうね、私たち。絶対に。今さらなんだよ。俺はもう全部忘れた。いやー、寒い。早く帰ろうぜ。やっぱり私、戻る。ふざけんな。もういいだろ。忘れろよ。やだよ。戻らなきゃ。あ、おい、よせって。離して。くそ。開けようとしてるの？赤ん坊がいるって気づいたの？でもなんで？ほれ、ほれ、ここ。でも、よかったんじゃねえか？あいつが面倒見てくれるってなんだか知んねえけど助かったんだよな。これでよかったんだよ。
おい、おい、大丈夫か？しっかりしろ。どけ！じゃあ、おやっさんは、あんたの赤ん坊ってことは、その赤ん坊は荒川雅人、若だ。若は、あんたの息子。お前も親父に聞かされたんだろう。大晦日の夜、親父は女と子供を氷川興産に狙われて、赤ん坊の受け渡しをロッカーでやることになっていたことを。でもその時、まさかもう一人別の赤ん坊がコインロッカーにいるとは思わなかった。思うはずねえよな。だから聞こえてきた赤ん坊の泣き声を頼りに、親父は間違ったロッカーをこじ開けちまったってわけだ。あの夜から5年、俺の子を産んだ女はもうそばにはいなかった。でも荒川真澄は、親父は神室町で生きていた。車椅子の息子と一緒に。あの男は確か、ん？あの子供は。その日から俺はその男のことを調べた。若くして自分の組を立ち上げた荒川真澄のことは、町で聞けば知る人間も多かった。だからいろんな話が聞けた。車椅子の子はずっと歩けない体だということ、それが生まれた夜に重い低体温症にかかったせいだということも。よせ、マサト。なんで、なんで僕の足だけ歩けないの？みんなは歩けるのに、僕だけなんで？その言葉は、それから何日もずっと耳の中にこびりついて離れなかった。子供のことがなくても、俺はいずれヤクザにでもなるしかなかったような人間だ。ずっと半端な人生だったからな。そして考えた。本当に構わねえんだな。一度交わした杯は二度と戻せねえぞ。はい。もし杯をくれる人間を選べるなら、荒川真澄を置いて他にはないと思った。それなら飲み干せ。殺しの荒川組はその頃なかなかの羽振りだったしな。殺しの荒川組はその頃なかなかの羽振りだった。それがおやっさんから杯をもらった理由か。違いますよね。あんた、若のそばにいるためにおやっさんと杯を交わしたんだ。そうでしょう。そのこと若は知ってるんですか？さっきも言った。他人にこの話をしたのはこれが初めてだ。墓まで持っていくことになるもんだとずっと思ってたからな。じゃあなんで俺らには。俺からも聞きたいことがあるからだ。聞きたいこと？何ですか？さっきのコインロッカーの話にはまだ肝心なとこが抜けてると思わないか？肝心なとこ？親父に連れ出されたのが俺の子だったなら、親父の本当の子はどこに行った？
そういや親父の女は名前を茜さんと言った。そして親父と知り合う前は桃源郷ってソープで働いてたらしい。桃源郷って、そこは俺の生まれだ。ああ、今から言う話はあくまで俺の想像だがな、あの大晦日の夜、茜さんは腹ん中の子供ごと命を狙われてると、そう電話で知らされた。慌てて産婦人科を出た彼女は逃げる途中で産気づき、どこか埋める場所が必要だった。追われる身で少しでも安心して埋める場所、それは昔自分が勤めていたソープ桃源郷だったのかもしれない。すると、そういえばその日、その場所で生まれたって男がいたな。まさか、それじゃまるで俺が。まさか。親父がコインロッカーから若を連れて行った後、俺はもう一人の赤ん坊を見ている。え？どけ！騒ぎが収まった後も、俺と彼女はずっと動き出せずにいた。死ぬはずだった子供が救われて、あとはもう知らん顔してりゃいい。少し安心した気持ちにもなってた。でも、なぜあのヤクザはあんなに必死になって赤ん坊を助けたのか。泣き声で気づいたにしても、誰かに声をかけることもしねえで助けたのはなぜか。安堵と疑問が複雑に絡まって頭が破裂しそうだった。でもその理由はしばらくして分かった。店長、ロッカーってこれですよね。鍵のかかってないロッカーだ。片っ端から開けてみるぞ。わかりました。あの人たち何してるの。わかんねえ。まさかこれか。いいね。あ、いました。店長、いました。ここです。いたのか。ああ、そっか、いたか。ってことはうまくいかなかったんだな、受け渡しは。あ、嘘、赤ちゃんがもう一人。どうすんです、警察に届けたりとか。いや、少しの間預かっとく。茜ちゃんが迎えに来るまでな。あの子大丈夫なんすかね。命を狙われてるとか言ってましたけど。そん時になってやっと俺は分かったんだ。赤ん坊の取り違いが起きちまったってな。赤ん坊の取り違い。ロッカーにお前を託した茜さんはその後氷川興産に捕まるまで逃げ続けていた。その間、受け渡しが失敗した時の場合に備えて、赤ん坊がロッカーにいることを信頼できる誰かに伝えた可能性は高い。残された赤ん坊を取りに来た二人組が誰だったのか俺は知らん。しかしそれがお前の育ての親、ソープの店長春日二郎だったとしたら、お前は荒川真澄の息子だ。
バカ言え。そんなわけが。親父との DNA 鑑定をやることができれば全部はっきりする。だがそれまではあくまで想像の話でしかない。俺の話が必要のない戯言だと思うなら忘れてくれ。待ちなよ。青龍会の会長を殺しといてこのまま逃げられるとでも？なら好きにしろ。どうせ俺にはもう先がねえ。ん？青木亮に荒川の親父を殺せと言われて俺はそれを断った。その時点で若は俺を切り捨てるつもりでいたんだ。だから俺に星野会長を殺せっていう無茶な命令をしたのももはや俺は三下の鉄砲玉みてえな使い方くらいでいいと思ったからだろう。なんだと？頭、おやさんを殺したのがあんたじゃねえんなら誰がおやさんを？確証はねえが頭補佐の石尾だかもな。やつが今若のお気に入りだ。荒川の親父が死んで以来のな。石尾だ。あの野郎がおやさんを。沢城、おめえはこのまま行かせるわけにはいかねえ。本当ならこの手でぶっ殺してやりてえとこだが、まっとうに罪を償え。まっとうにか。今まで俺の人生にそんなことは考えたことなかったよ。그거 믿을 만한 정보 맞아? 그렇군. 혹시 또 뭐 나오면 연락해. 도시다. 호시노 회장이 내려와れていると 소 教えてくれた 匿名の 垂れ込みですが 네타모토와 도모 사와시로 본인だったようです. 何? 何で 사와시로가 自分から バラしたんだ? つまり 사와시로は 星野会長を殺したくはなかったんでしょう。え、彼は春日さんに自分を止めて欲しかったのではないでしょうか。が、あなたに直接それを伝えればはっきり青木亮を裏切ることになる。ですから匿名で情報を流し星野会長が殺される前にあなたが間に合うかどうかを天運に任せた。でも私たちは間に合わなかった。いつも無茶なことばかり言いやがるんだ。あんたは頭。